奴隷屋のようじゃな。船で着いたばかりの少女とか言っておったが、もしやあの牢の娘のことじゃろうか。始まるようじゃな。なるほどの。いろいろな客がいるものじゃな。そういえば船の中で見たあの娘はまだかの？マスター、あれは船で見た娘じゃぞ。なんという格好をさせられておるのじゃ。申説でございます。なぜ私がお母様への謀反をたくらむのですか。皇女様、謀反の証拠は数多く提出されています。皇帝陛下は全てをご存知です。偽りの事実を認められるはずがありません。
聖騎士の名誉にかけて事実無根であると主張します。容易にございます、陛下。あとは私にお任せくださいませ。お母様、あ、待って、お母様。娘が皇帝の娘か。嘘か誠かわからぬが、合点のいく部分もあるの。なんだか変な方向に話が進んだの。さて、どうするのじゃ、マスター。あの娘を買える金は。財布の中にあるの。うちのマスターの本気を見たか。可愛い娘のためなら危険など顧みないのじゃ。それなら主人は安心して奴隷の反逆を警戒することなく一緒に眠れるの。便利なものじゃな。なるほど。所有権を法的に保護する方が主人にも奴隷にも結局は都合がいいのじゃな。
このド変態、何が奴隷と主人よ、ふざけないで。あなたなんかの言うことなんて絶対に聞いてやらないんだから。全然魔法が効いてないではないか。所有権だなんて認められるわけないでしょ。私は私、誰のものでもないわ。そこをどきなさい。私は今すぐテートに帰ってお母様と会ってお話ししないといけないんだから。あなたもよ、女の子をお金で買おうだなんて最低。何よ今の。この人を叩こうとしたら手に電撃が。やれやれ、せっかく払ったゴールドがバーかと思ったぞ。マスターよ、ここでビシッとこの娘に自分の置かれてる立場を言い聞かせた方がいいのではないか。何よ、私に近寄らないでよ。そんな名前なんか教えられたって、別に。トルテよ、私の名前アルカディウス・レナ・トルテ。勘違いしないでよ。名前を教えられたら名前を返すって昔お母様から教えられたの。ただそれだけなんだから。なかなか気の強そうな娘じゃな。船で見た時はまさか本当に皇帝の娘とは思わなんだが。ふざけないで、この私に変なことをしてみなさい。ただじゃ済まさないわよ。ん？娘、今のはわらわに向かって言ったように聞こえたが。あなたとその横に浮いてるのに向かって言ったのよ。何度でも言うわ、私に変なことをしたら許さないから。この娘、わらわの姿が見えておるのか。どうやらオードラゴンとの魔導神話性が高いようじゃな。え、オードラゴン、まさかあなたオードラゴンを制御する権霊オーラなの。いかにもオーラじゃ。お主、わらわを知っておるのじゃな。知ってるも何も、あなたを作らせたのは私のお母様よ。宮廷魔術師たちの技術と素材の粋を集めたものなのに。おう、そうなのか。あいにくとわらわにそんな記憶はないがの。まさか、それじゃああなたが身につけているその剣は。わらわの本体、聖剣オードラゴンじゃな。マスターになかなか似合っておるじゃろう。なんてことを。それは予言された邪神の復活に備えて作ったのよ。その辺の冒険者が手にしていいものじゃないわ。マスター候補として選ばれていたのは聖騎士である私よ。オーラ、今すぐその人との契約を解除しなさい。わらわは自分のマスターを自分で選ぶ。マスターが死ぬか戦えなくなるまでこの契約を解除する気はない。それに予言された邪神とやらが復活してもこのマスターがきっと倒してくれるに違いないぞ。そんなわけないでしょ。怪しい冒険者風情に何ができるっていうの。マスターを愚弄すると許さぬぞトルテ。さっきからお主、自分の立場を分かっておるのか。何よ、自分の立場って。お主は今やマスターが所有する奴隷なのじゃぞ。その状況は分かっておるのか。分かってるわよ。早く契約魔法を解除しなさい。そうしたら今までの不埒な振る舞いを罪に問わないわ。全然分かっとらん。どうやら本当に世間知らずの姫のようじゃな。
マスターとの霊属魔法が働き始めたようじゃ。体がうまく動かない。ちょっとやめて、お願い。こんな格好いや。自分の立場を理解したか。お主はすでに我がマスターの所有物なのじゃ。わかったから。だから服をちょうだい。ありがとう。でも着替える間はあっち向いてて。やっと普通の服が着られた。マスターは甘いの。さて、それはそうと、この娘も元騎士だというし、ラビリントス探索の役に立つかもしれんの。まずはトルテを戦闘クラスにつかせる必要があるな。冒険者ギルドへ行くのがよかろう。あなたたち、一体私に何をさせるつもりなの？さての。それは、我らがマスター次第じゃな。私の体を好きにできても、心まで同じように好きにできると思わないことね。マスターに初めての配下ができましたこと。この聖剣オードラゴン、心からお喜び申し上げる。